せーの、マイテスマイテス。さみつきのるいと、さきです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。イエーイ。本日は12月31日、大晦日でーす。イエーイ。今年も1年間お疲れ様でした。お疲れ様でした。そして皆様、今年も神月を応援してくださり、誠にありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい、ということで、今回もですね、のんびりゆっくりぐだぐだな忘年会をしていきたいと思います。はーい。お菓子とかジュースとか、皆さんはお酒なんかお食事なんか食べながら、ぜひのんびり見ていってください。一、うん、年の悪いことを忘れて、いいことを思い出して、のんびり喋っていきましょう。イエーイ、やしましょう。はーい、やっていきましょう。はーい。はい、では去年と同様に、1年間を振り返りながら、お菓子食べたり、飲み物飲んだりしていきたいと思います。うん、はーい。はい、で、お菓子とか飲み物は、いちいち説明はしません、今年も。うん、ちょっと見せるだけね。はい、ちょっと見せるだけになるので、ぜひ気になった方は動画を止めて見てください。はい、私はもうなんか今回のテーマは面白そうなやつとりあえず買ってきた、うんうん、いや、いいやん、いいやん。ここ見て、ほらこれ、うわー、最高、かわいいでしょ、傘のやつ。飲み物だけご紹介しちゃおうかな。あ、どうぞ。私こう今日の飲み物こちら、あー、それ私気になってたんですけど、また明日、これうんまいのよ。何味？ぶどう味。あ、ぶどう味、え、美味しそう。これうんまい、みんなおすすめ。緑茶、ウーロン茶、フルーツって書いてるんだけど、うんうん、ぶどうジュースです。わかりました。めっちゃそれ気になる。多分日本一硬くてやみつきになる、あられ。めっちゃ気になるんだが、見てこの裏のこの可愛いこと。めっちゃ塩味、大きさが半分で食べやすいね。何そのゆるいの、めっちゃ可愛いと思って買いました、うん、私ドリンクはありました、これです。なんか、あ、それ飲んだことあります。なんか濃いやつでーす、うん、これ飲みます。みんなにおすすめしたい、これファミマのやつなんだけど、とりあえず枝豆スナックってあるんで、おうおう、これめっちゃうまいから、マジおすすめ。みったんがすごい好きかなと思って、ニョロニョロ大発生。待って、めっちゃ可愛いんだけど。何可愛いでしょ、これツイッター、あ、X で見て、みったん買ってくるんじゃないかと思ったんだけど、え、初めて見た。え、めちゃくちゃ可愛いやん。わぁ、ニョロニョロの形、棒、棒、こうかな。可愛すぎ。今年1年どうでした？ざっくり。ざっくり？なんか忙しかったかもね。そうだよね、ほんと一言で言って忙しかった、うん、ここ何、なんか切り取れるんだけど、そっから待って、見て。元気？元気じゃねえよ。ありがとうな。元気出たわ。元気むっちゃ出た。びっくりしたわ。めっちゃ出た。遊び心。かわいいんですけど。本当最高。そういうの好き。ありがとう、企業。これもなんか、うん、ツイッターで見たんだけど。もうかわいい。なんか、あなたの推しの色のグミは、うん、ってやつなんだけど、うん。今開けたらさ、すごいぜ。ほら。え、すごい。めっちゃかわいいじゃん。なんか思って発色強くない？やばくない？え、色濃い。外国の歌詞。すごい。ろうそくみたい。あぶね、落ちた。ね、ほんとだね。めっちゃ可愛い。オシャレだね。いいね、いいね。何これって思って。え、可愛い。ツインクルがあるやん。あ、これでしょ？うん。これ懐かしすぎと思って買いました。え、最高なんだけど。最高でしょ？これマジでめっちゃ買ってた、昔。めっちゃ買ってた、私も。じゃあ去年も聞いたんですけど、今年一番印象的だったこととかありますか？なんだろうな。今年はさ、間違いなく忙しかったやん、二人とも。違いなかったね。来たー。あ、今年も来たね、猫ちゃん。何やってんなんて。去年は何やってんなん。ポテト奪いに来てたけど。見に来たの。かわいい。登らんといてって思うんだけど、まあいいでしょう。
年に1回の特別なゲストです。特別出演ですね。動画振り返ってみますか。うん、まず最初が年始アマラジの後、アンスタ未公開新種3、トロンボーン、ジャンプ、うん、でヒューマン でここが初ですね、配信の切り抜きが始まりました。うん、そうじゃんね。これも初めて通話録音してみた。でその後オンリーアップ MBTI 診断とこの辺でちょっと流行り乗り始めてます、うん、急にね私たちがね、そう流行りに乗るということを覚えました。ここでそう、今年は流行りに乗ろうとしたんだね私たちはそうそうそうちょっとだけ、うん、あと結構切り抜きがね多分月1ぐらいで、うんうんうん、出てたかなと思います。初めて配信とか来てくださる方も結構増えたよね、配信してるとね。え、本当に、そうそうそう、めっちゃ嬉しかった。なんか増えてるじゃんって思った、うん、あれやんね、ファンネームが決まったんでしたね。あー、そうでした今年そうでしたファンネーム皆さんご存知ですか。ご覧になったよっていうのは言ってないかなって思うんですけど。あー、確かに。うん、発表してこの際。はい、我々紙付きのファンネームは遊ぶ星と書いて遊星です。わお、どういう意味ですか。まず紙付きの名前の遊っていう文字が大文字になっているのですが、うん、これはもともと遊、 YOU、 あなたという意味が込められておりまして、うんうん、見てくださるあなたと一緒に大きくなっていこうっていう思いが込められて付けられています、うんうん、神月というお名前は。はい、なので U という字がある、入っているファンネームがいいのではないかとファンの皆様、リスナーの皆様から意見をいただきまして、で我々は惑星をモチーフとしたユニットですので、この惑星の周りをゆらゆらと漂っている星、それは、うん、遊星という名前、これめっちゃよくねってなったので遊星になりました。素晴らしい、そんな素敵な名前があるなんて私知らなかったですもん。我々を惑星として、その我々のユニットのコンセプトとしては、私と美咲ちゃんが、うん、ワイワイってしてるところをみんながこう周りで囲んでにっこりしてるっていう図が一応コンセプトになってるので、まあそれもぴったりなんじゃないかということで、はい、で、まあ、たまにちょっと調子乗ったりするとうぞうむぞうとかうごうの衆とか、そうそう、まあ我々は言いませんよ、うん、リスナーの皆さんが自分から我々はうごうの衆なのでとか、我々なんてうぞうむぞうですのでという感じで使っていただいてるみたいです。そうそうそう私たちは非公認ですよ嬉しいね、はい、そんなのがついちゃってね。嬉しい、ロゴもできたしね。そうそう、ロゴもできたし、我々って個人勢と呼ばれる VTuber、YouTuber じゃないですか、うん、なんからしくなってきたね、年々ね、うん、もう4年もやってんのみたいですやばいよね、5年目だからね、かなりでも後輩あいるよ確かに私たちもいい先輩よね。いや中堅ぐらいにはなってきてるよ、うん、まあ、5周年ってキリがいいからね、いろんなちょっと、うん、企画だったりとか、うんうん、ちょっとやっていきたいなって気持ちはある。今後5周年だからこそ、5周年という勢いに乗ってやるぞ、うんうん、みたいな、そういうアイデアがいくつかあって、ね、どこまで実行できるかな。ね、本当にそう。今やらんといつやんねんっていうね。そうそうそう。6ってなったらまたふんってなるんだから。そう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 。リストアップして一個一個やっていきたいね。うんうん。なんかただただゲームをするだけの配信とかやりたいね。あ、本当にただゲームするだけです。うん。4年目にしてあのパソコンからの脱却すごいから。普通に。いや、でも逆によくあのパソコンと4年間付き合ってきたなと
ね、なんかあのパソコンで YouTuber やってたのやばすぎると思うよ。やばすぎ。私ぐらいしかいないんじゃないかと思う。本当にその最近のことになるけど、ルイタンがパソコン買い替えたのが私的には結構大きな事件だったね。かなりやれること増えるんだよね、今後。うん、正直。今までみさきちゃん視点だけだったのが、私からの視点のも見入れたりとか。そうそうそう。動画もちょっとグレードアップしそうな感じです。うん、あとは？あとは、私ずっとすごい、この年末に言うのあれなんだけど、うん、2000名超えた時からさ、登録者数が。うんうん、2000人記念、なんかやんないんですかみたいな。すごいその言葉が引っかかってます。2000円でなんかプレゼント送り合うとか。ああ、言ってたね。うん、そんなのも言ってたけど、なんかもう今更感ある、ちょっと。ちょっとあるね。だったら5周年でドンってやりたい。うん、5000円で。誕生日でももうちょいやってるんじゃない。本当だわ。でも毎年ミッターの誕生日選ぶの楽しみ。めっちゃ嬉しい、それ言ってくれるの。無意識にリサーチしちゃうね。今みっかん何欲しいかなって。なんかあって買い物行った時とかに、うん、わあこれ気になってたみたいなのをこう覚えとくみたいな。本当に彼氏みたいなムーブするよね。私たち何の話してんだってな。マジで何関係な話してる。何が忘年会ではもう自分たちの喋りたいおかしな話してる。本当だ、おかしな話してるだけだよ。来年はどういう感じでいきますか？来年はやれることはやるっていうか、あのみっちゃんの惑星がこうドタバタ会議になっちゃってるっていうのは、うん、言ってる方も多いかなと思うんですけど、うん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 、ドタバタ会議自体はまあこれからも続くかなっていう感じではあって、ね、うん、でもまあもうちょい時間が取れそうな予感はするので、うんうんうん、5周年に新たにこうちょっとやってみたいなって思うことをちょっと進めたいなと思ってるんで、うん、こう私たちだけじゃなくて外部の皆様にこう何かを依頼したりとかそういうのは必要不可欠になってくるかなというのはわかるので、交渉担当なのでそれを今年は頑張っていきたいなと思いますね。小学生喜びそう。うわっ出た。え、私これさ、みんなに見せてないっけ？どれ？え、かわいいかわいい。え、これ。わかんない。見せてないかも。これ、ルイタンからもらったんだけど。あら、かわいい。いいでしょ。やばいよ、ね。ルームランプくん買ってあげたんだ。めちゃくちゃ可愛いから、ほら。思ったよりお気に入っててすごい嬉しいんだけど。めちゃくちゃ気に入ってる。今だってフル充電してんだから、これ。夜寝るときにつけたら、ちゃんとね、タイマーもね、裏についててね、15分とか30分で切れるようにもなってるしね。ふにってやると、ふにってやると消えるんだよね。ほら。ほら、すごい。ほら。めちゃ可愛い。ほんと最高。なんかオリジナルのもん作りたいなっても思ってる。うん、あともちろんアンスタもちょっと進めたい進めたいし、私チーク菓子の個人の動画出してるんですけど、まあみったんがこう編集にだん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 とちょこちょこ復帰してきたら、うんうん、また復活させようかなと思って、チーク菓子がねあまりにたまりまくってるわけ。紙袋3袋くらいあるわけ。やばすぎる、それは。やばいわけ。それを消費するためもあるし、みんなにご紹介したいっていうのもあるから、あとやってみたいゲーム実況個人でのもあるから、個人にちょこちょこ出してみてもいいかなってちょっと思ってる。うん、うん、だってまだタレパンダ終わってないんだから。やば、終わってないんだっけ。終わってなかった気がする。あと多分次でラストかな。タレパンダ一番のファン私だったのに、終わってんのか終わってないのか分かってなかったわ。終わってないんだ。あげてあげて、超楽しみだわ。いろいろやりたいです。いろいろやる年。いいねいいね。にしたい。いろいろみんなに楽しいこと発表できるようにしたいなーって思ってまーす。はーい。来年も我々のできることを一生懸命頑張りましょう。はーい。何よりも楽しみましょう。私たちが楽しく来年も生きてこうね。
なんでこんなにさ、5年も経ってこんな好きなわけ、意味わかんないんだけど。それはそう。今年も意味わかんないで終わっちゃうわ。永遠に不滅です。噛みつきは永遠に不滅。これで仲違いして解散したら笑ってくれ。いや本当だよね、あんだけ言うとったにここめっちゃ切り抜かれてさX でリポストされまくっちゃうよ。はい、ということで2023年も噛みつきは仲良しだし、2024年も噛みつきは仲良しということで、もっと仲良し。だから皆さん安心して私たちについてきてくれよな。そして一緒に楽しいこといっぱいしていこうな。楽しみだね。ということで2023年も皆様ありがとうございました。ありがとうございました。来年からも引き続き噛みつきをどうぞよろしくお願いいたします。それでは皆様、本日もおちかれ、 おちかれ、バイバイ。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 また来年。また来年。